無中症などの動きや痛みに対する治療をちょっと説明したいと思います。使うのはこのハペパッチやパイオネックスこっちは0 6ミリですね。ハペパッチかどちらかを使ってみてください。例えば首をこう横に回すのがつらいとよくこうバックするのに後ろが見えなくなった無中症の後で,ですね。その時にに患者さんに えー、首のとか気になるところを押さえてもらいます、えー、気になるところはまず一回辛い方に向けてみてあなんかここが嫌だなというところがあったら、えー、そこを押さえてもらって今度は押さえたまんまこうやって動かすとあ楽になるなというところを見つけてもらいますそしてそこに、えー、ハピバチなりパイオネックスを貼っていただくと。でまた少し運動して動かしてもらうとあ今度はさっきのはいいけど。 今度こうやってこうやるのはいけないなという時にはまたあ例えば背中とかですね、えー、首とか、えー、顔とかいろんなところを触ってもらって押さえたまま動かすと動かしやすい、えー、または痛みが軽くなるこういうところを見つけてもらいます、えー、そこにまた貼るんですけどこれが必ずしも押さえて痛いという圧痛点ではない場合もありますですから あ初心の患者さんには難しいかもしれませんけど、まあ、何度か治療に慣れてこういうそのですからこの指の代わりに、えー、ハペパッチや、えー、パイオネクスをこう貼ればいいわけですね、えー、ずっとこれを押さえてるわけにはいきませんので、えー、そうすると指を離してもあその弱刺激によって動きが楽になる圧痛点の場合もあるんですけど圧痛点ではない。 えこともありますので、えー、一番頼りになるのは患者さんです。